今回の大豪目原、豪気、とバイオ、ケンジの対戦は、空間とタイミングの精密な分析が光る試合でした。大豪は空間を支配し、プレッシャーをかけ続け、バイオは素早い攻撃で戦略的に対応しました。両者が有利を狙う中、大豪は優れた読みで主導権を握り、バイオは反撃の機会を見逃さずに戦いました。このバトルは、ストリートファイター6における戦略が進化していることを如実に示すものであり、現在のメタにも合致しています。ぜひ、いいねとコメントをお願いします。ご視聴ありがとうございました。どちらでも。さあ、ファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。非常に興味深い試合。見届けさせてもらうぞ。さあ、ラウンドはまだ始まったばかり。さあ、張り切っていってもらいたいね。素晴らしいね。さあ、差し合いの距離どう動くか。投げの選択肢を通す。いいよいいよ。壁に押し込んで有利を作ります。ここからが大事だ。どうだろう。さあ、ここは玉で圧をかけていきます。飛び道具でペースを変えていきます。壁際のプレッシャーを与え続け、精神的にも追い詰めています。このまま行くか。良い決着だった。さあ、このラウンドはいかがでしたか。二人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。はい、これからどう戦い方が変わっていくのか見ていきましょう。さあ、ラウンド開始です。仕掛けるのはどちらか。自分を信じて戦い抜くのだ。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要になる。さあ、ここからだ。いやー、どうだ。ジャッジ中から。さあ、ここから。おお、まさかのパーフェクト。やりたい放題だ。いいね、とどめまでしっかり出直してきな。さあ、ここまで苦しい展開が続いてきましたが、まだ分かりませんね。悪魔も見惚れるこの勢い、素晴らしい。本望ちゃんか。さあ、ここで SA 選択、一気に畳みかける。あっぱれ、やるではないか。全てのゲージを使った。ここで大きく勝負に出るか。さあ、ダメージを奪った後、このチャンスを生かせるか。中足ラッシュから。プレイヤー2、 SA ゲージによる大ダメージを煮込めそう。ドライブラッシュで勝負。壁際で球を打ち、圧をかけていきます。前に出て、ここで球を打つ。球をさばいてラッシュで前に出る。いい感じだ。この投げは警戒していた。プレイヤー2、 SA ゲージはアドバンテージを取っているか。ラッシュして、これは相打ち。ジャッキで襲いかかる。球を打っていった。陣内、球は弾いた。危険な差し合いの距離。プレイヤー2、ラここで投げに行った。素晴らしい投げだ。体力差は多少あるが、球打ち。中段は通らず。いやー、よくガードした。最後までは勝負あり。KO。 注目です。この戦い楽しみにしていたぞ。さあ、壁まで追い込みました。ここからが大事だな。プレイヤーはドライブゲージがこのままなくなると状況が苦しくなります。さあ、ここは玉で圧をかけていきます。さあ、ここだ。タイミングバッチリ、ジャストパリーを決めていきます。ダウンから、もうちょっと。この距離うまくプレッシャーをかけつつも、息の詰まる間合い下がらない両者。投げ抜けはしっかり。決まりました。ああ、決まったね。やや一方的な展開が続いたラウンドでしたが、いかがでしたか。いや、圧倒的だね。勢いが違うよね。さあ、このラウンドはどうなるか。駆け引きが分かってきたところかな。さあ、カウンターが決まりました。追加ダメージを入れます。今いいのが入った。次はどう出る。さあ、ここから。ここで追い詰められた。どうなる。どうした、いけるだろう。投げていく。壁の圧力は続きます。前投げでさらに壁のプレッシャーをかけていく。
く投げを通した。見事だ。投げる。綺麗に投げていったね。さあこれラッシュして、この距離で仕掛けるか。何あっと、ジャストパリー。意地と意地がぶつかり合います。さあここで新鋭だ。見事だ。ここで全てのゲージを使い見事 KO まで。しっかり相手の体力状況を捉えました。ここまで素晴らしい試合運びでした。俺の勝ちだぜ。開幕球を打った。さあ最終ラウンド、勝負の天王山。全身全霊で戦うがよい。制限時間にはまだ余裕があります。気持ちでぶつかっていってほしい。プレイヤーは SA ゲージは有利だが、さあこの差し合いの間合いどう出るか。ドライブゲージはまだ十分あります。ゲージを使った。画面中央のせめぎ合い、どっち。ラッシュから弾は確実に弾いていきます。弾にはパリを合わせて主導権は取らせません。プレイヤーは先に SA ゲージは溜まってきています。この地上の前線、技のリーチとジャンプをどう意識させるか。さあここからだ。どうした、いけるだろう。もっと我が輩を満足させてみろ。中足、中足見せて、ドライブラッシュ。投げが決まった。素晴らしい投げだ。両者壁は背負いたくない。百鬼豪将が刺さる。投げる。やっぱりやるではないか。さあお互い中断。ラッシュしてここで投げに行った。見事だ。圧をかける。最後までわからないぞ。反力が問われるぞ。ラッシュからバーンアウトした。地獄の沙汰ほど面白い。封じ感覚で蹴りまくる。人間界の決闘というものを見せてもらおう。飛び道具で揺さぶりをかけます。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がりとなります。さあ張り切っていってもらいたいね。さあ技が空振るかどうかのギリギリの間合い。いやー見事、気持ちよく決まったね。飛び道具はパリーでしのぎます。さあ弾はしっかりさばきます。プレイヤー2、ドライブゲージがこのままなくなると状況が苦しくなります。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあもっとやり合うのだ。さあ飛び道具で牽制します。飛び道具にはパリー、プレッシャーを跳ねのけます。中段が入る。いざ、この調子だ。ここからの一挙一動は非常に重要。一歩も引けないね。これはもっと我が輩を楽しませるのだ。密着は拒否して、この地上の前線、技のリーチとジャンプをどう意識させるか。中足。さあ互いにもう後がありません。残り20秒、お互いどう戦い抜くか。フィニッシュまでお見事。やるではないか。大接戦となったラウンド、さあここからどうでしょうか。同じような実力を持った者同士が真っ向からぶつかるとこういう状態になるんだな。さあ重要なラウンド見ていきましょう。ここで SA を使っている。いやすごいな。狙っていたか。ここでしっかりと肩突きを当てて相手を追い込んでいきました。追い詰めている状況、ターニングポイントになるか。どうした、いけるだろう。ラッシュから投げでガードを崩す。見事な投げだね。 SA ゲージの差をどう生かすか。中圧で崩す。混合着火がヒット。ドライブゲージがなくなった。これはパーフェクトで倒し切った。全てが噛み合ったか。良い決着だった。駆け引きがうまく噛み合ってのストレート。豪気己が拳を極めんため、
殺意の波動を身に宿し戦い続ける種だ。ヘーツ、不明、ダイクス、不明、ハイト、178cm、ウェイト、90kg。見てくれてありがとう。